Welcome to 無駄な雑学。はい、どうも皆さんこんばんは。RG の羊です。今回の動画はかまぼこ隊の並外れた五感について詳しく解説をしていこうと思います。なお、この動画は鬼滅の刃最新刊を含め多少のネタバレが含まれます。ネタバレがお好きでない方は全集中の呼吸でブラウザーバックお願いいたします。それでは参りましょう。主人公かまど炭治郎と炭治郎の同期組の吾妻善逸、橋平伊之助の3人プラスかまど禰豆子を含めたグループ名をかまぼこ隊と言っています。名前の由来はネーミングセンス抜群の伊之助が炭治郎の名前をかまぼこゴンパチロウと呼び間違えたことからこのグループ名になっているそうです。主人公かまど炭治郎の同期たちは皆五感のいずれかがどなみ外れた感覚を持っており、いくつの修羅場をこの五感の力でかいくぐってきました。そして今回の動画はこの同期組の五感について詳しく見ていきましょう。まずは露由利金男。金男の人並み外れた動体視力は悲惨な幼少期に養われたものでした。金男は幼い頃両親と暮らしていましたが、この両親の暴力がひどく、ぶん殴られるのは日常茶飯事で、頭を水につけられたりと、とにかく親から売り飛ばされるまで悲惨な状況でした。暴れ狂う両親、金男の他にも兄弟が何人かいたそうですが、悪いところに当たって次の日の朝には冷たくなっていたと言っています。この状況で自分の身を守るため、悪いところに当たらないように目の感覚が自然と鋭くなっていったのでしょう。これ壮絶ですよね。 DV を受け最後に売り飛ばされる悲惨な人生を救ってくれたのが胡蝶姉妹でした。悲しい過去なら善逸伊之助もなかなかのもんですよね。続きまして吾妻善逸。善逸は人並み外れた聴力を持っています。実は善逸ですね、捨て子で名前もなく、生まれた時から両親がいなかったという悲しい過去がありました。捨て子となった理由については明かされていませんが、身寄りのない善逸は相手の感情を過敏に察知することで生き抜いてきました。この辺りは金尾や伊之助と共通点だと思います。人の感情を耳で聞き分けられるほどに聴力が発達し、疑わしい音がしても自分が信じたいと思ったら信じていたため、しばしば騙されることもありました。愛情に飢えた幼少期の反動だったのでしょう。特に女性に対しては盲目的に信用してしまうため、騙され借金まみれになってしまいました。そんな人生から救い出してくれたのが元なりばしらの桑島治五郎だったのです。厳しいながらも愛情を持って指導し、吾妻善逸と名前を付けたのもこの桑島治五郎だったのでした。続いては橋平伊之助。野生的な性格で常にマウントを取りたがるタイプで、格上の相手に挑んでいき、時には返り討ちに遭うこともしばしば。生い立ちは優しい母と、ここも暴力を振るう夫がいたんですけど、この夫から逃げるように十二鬼月上限の二である銅馬が教祖の万世極楽教の寺院に逃げ込みます。勘が鋭かった母親は銅馬が鬼であることを知り、それを知られた銅馬は伊之助の母を殺しにかかります。母は結局のところ逃げ切ることができず、最後はふんどしに橋平伊之助と書いて谷底へ投げ込みました。そして奇跡的に伊之助は生き延びることができたのです。イノシシに育てられた伊之助は善逸たちと同様に敵に過敏に反応することで触覚が自然に鍛えられ磨かれていったと思われます。その感覚を存分に生かした技が七の型空間色覚になります。攻撃が来る時の殺気を感知して相手の動きを読むことも可能としますが、反対に殺気のない人は感知できないと言っており、敵が狙ってくるところはヒリヒリすると触覚について炭治郎にアドバイスをしていたシーンもあります。品津川玄弥、言わずと知れた風柱品津川実美の弟。幼い頃母親が鬼となり家族を襲い、ギリギリのところを兄の実美に助けられ、兄への誤解を解きたく鬼殺隊に入隊します。呼吸の使えないことや自分の弱さなどに焦りを感じ、鬼を食らうことで自らを一時的に鬼化させることができる体質に気づき、鬼食いの剣士として後に上限の鬼たちとの戦闘で活躍します。彼の特徴はやっぱり味覚、噛む力、攻防力が発達しているところです。そして最後に主人公かまど炭治郎。炭治郎ですが、善逸や伊之助、金尾のように凄惨な過去はありませんが、昔から鼻が利くことは村人たちも知っており、
つまみ食いの犯人は匂いで猫だと判断したりしていました。家族が殺されていた現場に残った無残の匂いをも覚えられましたし、位置感覚がわからなくなった山中でも匂いをたどって下山したりできます。鱗滝の修行の中でさらに磨きがかかり、相手の感情や隙の糸を見抜くところまで嗅ぎ分けられるようになります。中でもすごいのが、浅草に訪れた時の家族を殺した鬼舞辻無惨を匂いで見つけたところです。炭治郎以外は過酷な過去から自然にこの五感が磨かれていったものだとわかります。それでは炭治郎の同期組の感覚についてまとめてみましょう。かまど炭治郎、嗅覚。人それぞれの匂いを区別し、たどることができます。感情も匂いでわかります。橋平伊之助、触覚。簡潔に言えば、野生の感、肌感覚が鋭く、相手がどの部分を見ているのかが判別できます。吾妻善逸、聴覚。常人には聞こえない音も聞き取ることが可能です。炭治郎同様、感情や心の音を聞き分けます。つゆりかなお、視覚。人並み外れた動体視力を持ち、相手の動きを見切る目を持っています。品津川玄也、味覚。鬼を食らうことで自身を鬼化できる力を持っていました。現在、無惨との戦いも最終局面となっています。この人並み外れた五感を持つ者たちが集まっているのは偶然ではないと思っています。玄也以外4人でこの先この五感を十分に使った戦いも見られそうですね。今回は炭治郎同期組の人並み外れた五感について解説してみました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、チャオー長っ。